はい、皆さんこんにちは、ワダリングルフィッシュです。今回はエアタイクーン4続きをプレイしていきたいと思います。エアタイクーン4、ご存知ない方も多くいらっしゃると思うので、簡単に一言で言うとですね、飛行機の会社、航空会社の運営シミュレーションゲームになっています。で、今回はですね、世界中にある、男の楽園を東京を結ぼうということでですね、プレイの方をしています。で、ここまでに就航している路線ですね、まずは僕の心のふるさとと言っている東京バンコク便で、あとはですね、視聴者の方に教えていただいた FKK のメッカフランクフルト、ドイツですね、東京フランクフルト便、あとですね、ちょっと前によく行っていたシンガポールを結ぶ東京シンガポール便の3便をすでに運行している状態になっています。で、ライバル会社の状況はどうかというとですね、いろいろあるんですが、全部で20社で争っていて、現在20位ということで、最下位なんですけども、ここからなんとか巻き返しを図っていきたいなと思ってます。で、基本的な戦略としてはですね、飛行機の種類をある程度限定してコストを削減した上で、路線は先ほど言ったように男の楽園を結ぶということで検討していっていますので、少し出遅れ感はあるんですが、できるだけ皆さんにお楽しみいただけるような、そういう路線を解説していければいいかなというふうに思っています。持っている飛行機はですね、今3機種です。いずれもボーイングなんですが、707-120と320ですね、上位機種にあたる320、あとは、ドイツフランクフルトまで長距離路線を結べるように航続距離の長い767、こちらの便を、こちらの機種ですね、を買っているという状況になっています。こちらが767ですね、航続距離が1825km あるので、だいぶ航続距離が長くなってます。なので、この767は長距離路線、主に欧米系の路線に投入していってですね、東南アジアというか、アジア系の路線に関してはこの120、これが航続距離 5200km なので、アジア路線はこの120を投入していくっていうのを検討しています。で、少し距離がある便に関しては、この上位機種にあたる320、バンコクまでだったらさっきの120で、十分に飛べるんですけども、シンガポールまでになると少し航続距離が足りないというのがありましたので、このあたりは解説する路線に即して飛行機を発注していこうかなと思ってます。では今回就航していく都市ですね、今回就航していく都市はこちら香港、中国のね、経済特区的な位置づけで昔イギリスの統治下にあった香港なんですが、すでに中国に返還されているものの、特区扱いはまだ継続中ですね。どのあたりが一番恩恵を受けるかというと、香港に旅行に行った時にですね、多分今皆さんだと LINE とか Facebook を使っていると思うんですけど、中国の本土だと VPN を使わないと基本的には LINE、Facebook などが政府によって規制されていて繋がらないんですけども、香港だったら繋がるというのがありますので、このあたりもね、特区ならではなのかなと思います。で、香港とこの東京の距離ですね、ちょっと確認しておきましょう。東京とこの香港ですが、距離が2890なので、買う飛行機は120でいいでしょう。ボーイング707-120。こちらのモデルを買っていきましょう。もうすでに何とか買ってる実績のある機種なので、安心感はありますよね。で、ビジネスとエコノミーが解説できて、席数はデフォルトのままいきましょう。ビジネス14席、エコノミーが115席という設定でいきます。で、これが2ターン後に納品されていきますので、まずは2ターン送っていきましょう。で、香港もね、よく行くんですけど、どちらかっていうと、楽園都市はマカオですね。で、今だとちょっと、
ょっと古い情報なので、まあ、調べとけよって話もあるんですけど、ANA ではマコーまでの直行便は出てたかな。ちょっと僕が行っていた頃はなかったんで、香港経由で香港からフェリーでマカオに上陸していたんで、まあ、今回もね、この時点では少なくともマカオに空港がない状態なので、香港まで就航して香港からフェリーでマカオに皆さんには行っていただくっていうね、そういう想定で便を解説していきましょう。では飛行機納品されてますので、早速男の楽園マカオまで行くために香港便を解説していきましょう。で、香港もまあハブ的な空港にはなってるんで、まあ中継としてこの先使うっていう意味でも、まあ14ぐらいスロットを申請しておきましょう。このスロットっていうのは1スロットあれば、まあ、飛行機の数の制約を考えなければ、週に1便運航できるよっていうことになります。で、今14スロットを申請したので、週に14便、まあ、つまり1日に2便運航できるっていう申請をしています。で、これで解説していきましょう。料金設定はまずはデフォルトで設定していってですね、搭乗率を見て下げていく必要があるなという判断が出れば下げていきましょうか。で、デューティーフリーはいつも通り解説してですね、ヘッド Z も、まあ、国際線なんで映画を見てもらいましょう。あとはキッズ Z ですね、あとはブランケットとドリンクスのサービスは入れましょう。で、距離は短いですが、機内食として何か出しましょうか。そうだな、マカオといえばエッグタルトなんだよな。なのでエッグタルトを投入します。まあこんなところでいいかな。ということで晴れて東京香港便の開設に成功しました。で、まあマカオの何がすごいかっていうと、まあ一時の活況の感じはないのかもしれないんですが、やっぱりカジノですね。カジノがもうすごく多くてですね、ラスベガスを超える規模になっているんじゃないかっていうね話も出てましたけども、本当に至る所にカジノがあって、その中でもですね、僕がよく行っていたカジノが2つあってですね、1つがリスボア、グランドリスボアですね。リスボアとグランドリスボア2つあるんですけど、まあムフフなことがしたければリスボアの方がおすすめなんですけども、カジノの規模で言えばやっぱりグランドリスボアですね。ここはもう本当に、すごい見た目もあるし中も豪華だし、っていう感じでしたね、初めて行った時は。あとはですね、行ったことあるカジノで言うとベネチアン。ここのベネチアンはですね、高級ホテル的な位置づけになっていて、カジノもかなりの規模大きかったですね。あとはマカオだとその観光するところっていうとね、あんまり多くはないんですけども、まあいくつか観光するところもあるので、まあ香港までそうだな、まあ3時間ぐらいですかね、かけて行って、フェリーでまあ30-40分、1時間弱だったかな、かけて香港に上、マカオに上陸するっていう形になるんですけども、まあ十分に楽しめる日程を確保するんであれば3泊4日、まあ何を目的にするかっていうのもよるんですけど、まあ香港のね市内観光をメインで入れるんであれば香港2泊マカオ1泊、カジノとかね、まあ男の遊びをしたいんであればマカオ3泊香港ゼロ泊とかでもね、全然いいと思うんですけど、まあ、そういった、香港とマカオを両方楽しめるっていうのが、この、マカオの大きなメリットの一つなんじゃないかなと思います。で、まあ、男の遊びのスポットで言うとですね、やっぱりサウナがですね、かなり数多く豪華で、綺麗なお姉様たちも、すんごい数いるので、
まあ、サウナはですね、ぜひ皆さん行ったことないっていう方で興味があれば行ってみてもらいたいなと。あとですね、僕のワンダリングフィッシュってね、最初に名乗ってると思うんですけども、これ回遊魚という意味で、10年ぐらい前ですね、ちょうどマカオにハマってた頃、この回遊魚って何っていうところあると思うんですけど、リスボアホテルの地下にですね、まあ、綺麗なお姉さまたちがいらっしゃるエリアがあって、お姉さまたちは立ち止まってなくてですね、終始うろ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 廊下を回遊してるんですね。そこから誰が名付けたのか回遊魚というふうに呼ばれていたらしく、僕もそこからハンドルネームというかプレイヤーネームを取ってきていまして、回遊魚ワンダリングフィッシュというふうに名乗っています。もう今はどうやらその回遊魚は、絶滅してしまったようなんですけども、本当にね、光景は今でも目に焼き付く、目を閉じればその時の光景が目に浮かんでくるかなっていうね、とても楽しい体験。あの頃はまだ24とか本当に若かったんでね、勢いのままいろいろしてましたけども、まあ、あれから約10年、主戦場はバンコクに移っているんですが、久しぶりにねマカオの方にも行ってみたいなというふうに思っています。もしマカオ興味ある方いらっしゃればですね、まあ、少し古い情報にはなってしまうんですが、お伝えできることもあるかなと思いますので、動画のコメント欄もしくはツイッターの方で、ご連絡いただければ、可能な範囲で、お知らせご報告等々させていただきたいと思いますので、ぜひぜひツイッターの方もチェックしてもらえればいいかなと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。次回また新たな都市、男の楽園都市へ就航をしていきたいと思います。